よよよ皆さん調子はどうよ。オリガブチ AK ビッグウェーブインダハウスよ。今ね長距離運転中です。約6時間下道を走ってるんですけど、ちょっと小腹空いちゃってねコンビニ寄ったんですよ、セブンイレブン。そしたらねまた新シリーズが出てたんです。これギガマックス新しいの出てました。納豆キムチ味、小腹も空いてるっていうのもあって思わず手に取ってしまいました。なので今回は休憩がてらにこれ食べます。それだけです。飽きたら飛ばしてね。 Here we go。じゃあ早速始めます。ちゃちゃっとね、この後も運転があるんでサクッとやります。なんでこんな思いついちゃったんだ俺は。なんかもったいないなと思ったんですよ。これも巡り合わせだから。まあペヤングの作り方はいつも通りなんで、もう急げ。でも落ち着いて、ちょうど駐車場がついてる河川敷があったんで止めました。まあこれもレビューしてる人はいっぱいいると思うんで、 YouTuber とかね、いろんな著名人がレビューはしてると思うんで、特にレビューはしません。はい、お湯沸いた。熱い。落ち着いて。チンチンだ。うん、お湯が足らない、うん、愛嬌だ。もう用意どんで食べるぞ。あれ日暮れんの早くなってきたな。おい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 、冗談はよしこちゃんだぜ。よしこ、俺の母ちゃんの名前だ。いやもう焦るな、まだ1分しか経ってないぞ。せめて2分待とう。まあ水でも飲んで。いいか、ちょっと固めが好きだから。どうだったらぬるぬるしてると思うから食べやすいだろう。つるっといけそう。ソース入れた。うん、麺かてえ。ちょっと早かったな。キムチの匂いが強いね。後入れ火薬。あ、これが納豆か。よし、完成。それではペヤングギガマックス納豆キムチ味、ライドオン。
ちは。こんにちは。ペロリよし行くか。はい、運転再開します。カレー。はい、今回はペヤングギガマックス納豆キムチ味をただ食べるだけの動画でした。またこれから約1時間ぐらい車を運転するんですけど、あれですね、小腹が空いたからってギガマックス食べちゃいけませんね。腹パンパンです。腹ペコの状態で食べましょう。はい、ありがとうございました。フェードアウト。ピンマイク切れてんじゃねえかよ。テンパった証拠ですね。